グリー株式会社は日本のインターネット企業であるソーシャルネットワーキングサービスのグリーを運営しソーシャルメディア事業の中核としている2004年2月21日創業者の田中義和によって個人的な趣味として一人で開発されたグリーの後の利用者の増加により個人での運営が困難な規模となったため運営母体としてグリー株式会社が設立された 本社は東京都港区に所在する。最初の本社の所在地は東京都港区白金で1回目の本社移転以降はすべて六本木に所在する。2012年5月現在2012年5月以前、毎月グリー株式会社主催のオープンソーステクノロジー研究会が開催される。また、取締役 CTO である藤本真希による PHP フレームワーク。 エセナの,の開発も行っている。2018年1月24日、クリーは、フィンランドのゲーム会社スーパーセルが開発、運営するゲーム、クラッシュ・オブ・クラン、クラッシュ・ロワイヤル2作品に、自社の保有する特許が使用されていると主張し、訴訟を起こした。スーパーセルは、特許侵害を否定しつつも2018年1月4日に、本作より一部機能を削除すると発表し、 和解が成立したことから2019年1月に本機能は復旧された。グリーは米国連邦裁判所にも提訴しており、連邦裁判所はスーパーセルに対して2020年9月に約850万ドルの損害賠償支払いを命じ、侵害が故意によるものだったと認定した。2021年5月10日には残りの3件について、 約9210万ドルの支払いを命じる氷決を下した。残り2件が係争中。ありがとうございます。